ズラトコデディッチは、ユーゴスラビアビハチ出身のサッカー選手。WSG スワロフスキーティロル所属。元スロベニア代表である。ポジションは FW。ユーゴスラビアのビハチに生まれ、プリモルスカ地方のコペル近くのパドガーイエー村で幼少期を過ごした。2000年に FC コペルからデビュー。2001年にパルマ AC に移籍し、2005年9月21日の A.S. ローマ戦でセリエへデビューした。2004から05シーズンはエンポリー FC に2006年前半は U.S. クレモネーゼにレンタル移籍した。2007年1月、契約完了によりセリエ B のフロジノーネカルチョに完全移籍した。2008年1月、ピアチェンツァカルチョにレンタル移籍し、ダニエレカチアが背負っていた背番号9をもらった。 2009年6月3日、8年間過ごしたイタリアを離れてドイツの VFL ボーフムに移籍した。契約期間は3年間。フォワードや左サイドハーフで出場し、2010年1月のボルシア・メンヒエングラートバフ派戦で初得点を決めた。デディッチはシーズン通算で5得点したが、チームは後半戦17試合で勝ち点12しか上げられず、17位でつばいてリーガに、 合格した。2008年9月6日、2010FIFA ワールドカップ、欧州予選第一節のポーランド戦で、代表初ゴールを決めた。2009年9月9日のホームでのポーランド戦でも、得点した。予選10試合のうち、控え組を試した、3マリの戦以外の9試合に、フル出場し、スロバキアに次いで2位となり、プレーオフに進出した。 ロシアとの対決となったプレーオフにも2000連続でフル出場し、セカンドレグではアウェーゴール差での本大会出場を決める貴重な得点を奪った。ありがとうございます。